はいどうも、こちら、ホステルと申します。任天堂スイッチバージョンのシャドウコリド、影の回廊ですね。やっていきましょうか。この前、レイコンの演奏の30分以内クリアを無事に成し遂げて、次はね、聖域を頑張ろうかなっていう感じで潜っております。まあ、いきなりから、あっ!やばいこれ、あいつや!あいつや!あいつやって。歌じゃない。ちょっと待って。ボリューム上げる。ボリューム上げる。え?これちょっとね、あんまりボリューム上げすぎると、心臓止まりそうになるんだよね、このゲーム。え?忍び寄る徘徊者かな?いたっけ?このステージに忍び寄る徘徊者って。千里眼?歌聞こえた?今。もうこれ30分以内クリア無理だな。一か八かで走るか。だけど。ここ鍵開けて、次のエリアに行きましょう。ただ、水門レバー。あ、これ水門レバーかな。あ、水門レバーだ。いいですね。ここちょっと覚えとかないと。鍵たくさん必要だよね。これ、あんまり、鍵の少ない段階でこの部屋に迷い込むとやべえかもしんね。こっち行きたくないな。あくまで外周エリア沿いに行きましょう。さあ、次のエリアに来ました。これは角の一個手前だね。で、アイテムをまず探っていき、体力回復。鏡かー。これ使わされたくないよね。このゲーム。鏡使わされると、なんていうか、アドリブの効く人じゃないと、一気に窮地に追いやられる。その場しのげても。俺は無理だわ。マップを固定化して進んでいくことしかできねえから、やっぱり。技術の欠片がないからね。千里眼に合わないね。発見されてない限りは移動速度が速くないから。あ、これ次のエリアじゃないよね。まだ部屋続いてるよね。あんまり変なところ行くと中央エリアに迷い込む可能性があるから、ここなんか崩落ポイントがありそうなマップの作りしてるよね。多分こっちが次エリア、中央エリア。こっちには入ってはいけない。入ったら死だわ。死しかない。そしてあんまり近寄りすぎて、千里眼に捕捉されても面白くないから。あ、やっぱり。こっちが多分角辺。あー、違うかな?違うような。違うような気がする。あんまり調子こいて千里眼に捕捉されても面白くないので、中央エリアには なるべく近寄らないと。この聖域はマガタマがないエリアも存在してるらしいんだよね。それはどこなんだろう。基本的に今までやってきた日暮らしの回廊とか深淵とかレイコンの演奏は各エリアに最低一つはマガタマ設置されてるんだけど、聖域はマガタマがないエリアも存在するらしい。これもう角部屋入ったのかな。これここは境目だったのかな。なんかそれっぽいよね、雰囲気。片と座2階行きましょう。なんか聖域ってね、比較的2階が安全っていうイメージがあるのよ。まあ真偽は定かじゃないけど、勝手に俺が言ってるだけだから。ここも片と座。どっちか一つが水位レバーで、どっちか一つがマガタマかな。これなんか俺ここで以前千里眼に追いかけ回された記憶があるんだけど、なんかレバーあるけど、こっちマガタマある。これ取れないかな、ここから。あー、取れないよね。いや、これもしかしてレバー上げないと強制的に鏡使わされるやつだ。なんとかしてレバー探したいよね。あんのかどうか知んねえけど、強制鏡だ、ここ。強制鏡の角部屋ね。鍵、あ、持ってないね。おお、だけどここにおあつらい向きに半開きのタンスがあるが、しかしそこに入っていたのがカメラだった。俺カメラ欲しい欲しいって言ってたけど、この段階では鍵欲しかったぞ。鍵ねえかな、どっかに。ここあんまり触る神になんとやらだよね。あんまり下手に触って、鏡使わされる展開になったら目も当てられないんだけど。
つうわけで、ちょっと待ってね。鍵なければゴールに向かって歩き出すわ。人生常に前を向いて歩いていく男。おっと、ごめんなさいよ。あ、マジで鍵渋っ。基本的に下段にしか入ってないよね、これ。上段中段に入ってたら相当運がいい方だと思う。しゃがみ移動速度強化、これすげえ快適なんだけど。あ、ここもね、水位上がってたらいけないパーティーンだわ。ここ。ここ水入れ場かな。渋っ。半開きのところに鍵全く入ってないんだけど。肩固定、肩固定。水入れ場っぽい、あれは。どうだろう。多分水位が上がった状態じゃないから操作できないっていうことだよね。で、こっちは角部屋です。あったあったあった、いいですね。で、片戸座のレバーさえあれば、鍵開けたところに、ワープせずとも、マガタもぶんどれるはずなんで、26分か。26分。際どい。際どい。え、これどうだった？次のエリアじゃねえよな、これ。は？どこだ、これ。ちょっと待って。下段だけ開けるわ。鈴と何もなし。こっち次のエリアかな？次のエリアっぽいけど、同じ部屋だ。おっと、まずい。どこにいる？後ろから聞こえたけど。ワンチャン次のエリア行くか、これ。え、どこにいんの、これ。縦横無尽に音聞こえるんだけど。どこにいるんだ？右から聞こえたり、左から聞こえたり。すげえおかしい聞こえ方する。あ、いた。戻ってくかな？水路、通るのかな？離れてってくんねえかな？うわ、あと2分半。意を決して、次のエリア行くか。こっち次のエリアだよね。もう、30分以内クリアしようと思ったら、あそこの鍵のとこ諦めるしかないわ。最後のワンチャンスにかけて攻めていく。あ、いらねえ。空。だけどこれが全部、鍵っていうこともあるわけだよね。ランダムだから。来た来た来た。いいですね。開けていく。ねえ、これトラップだよね、絶対。行きたくないわけだが、周りを見るとマガタマらしきものはないと。スルーするか。え、これ何？は？これ、え、ちょっと行ってみるか。もう、時間的にも厳しいし、これ行ってみよう。ああ、そうだそうだ、思い出した。中に鳴き声の主がいるところの、しゃがんでいくところ、うん、そうだそうだそうだ。ここどうやって取るんだっけ？水晶投げるか。ここも鍵なんだ。なんかアーカイブが何かなかったっけ、こっち。あ、こけしか。あれ、どうやって取ればいいんだろう。気づかれるかな、これ。あ、大丈夫だ。結構近づいても大丈夫なんだね。これ緊張の一瞬だわ。ヌッシャンには結構近づける。そうだな。どこに寄せようか。あ、走り回る廃会社がいる。あー、惜しいなー。惜しかった、これ。もうちょっとしゃかりき移動すれば、なんとかいけたね、これ。そしたら、こっちの方に寄せてカメラ使うか。あ、取れなくなっちゃった。マジ。あ、どっち開いてんの？やばい。大丈夫だよね。うん。発見状態解除されていく。
まがたまでしょ。もう30分超えちゃったけど、まあ、このまま引き続き行きましょう。そうだな。あ、まずいですね。開けてくるかな。しばらくの間はこれ警戒状態になってんのかな。鬱陶しいよね、始まる徘徊者。マジで鬱陶しい。爆竹投げたらこっち来るでしょ。だって開けてくる。これ泣き始めないよね。なんで、なんでだろう。爆竹投げてみるか。そっちの方に爆竹投げて向こうに寄せます。なんでこの子泣き始めないんだろう。一回発見されちゃうと徘徊型に移行するとか、そんなことないでしょ。また泣き始めた。かわいそう。鍵あったよね。水門レバーかな。一個、あと一個マガタマ取ったら水門上がるはずだから、ゴールのところ、ゴールに行けなくなるんだよね。これゴール水門下がった状態じゃない、行けないから、こっち水門レバーだと予想してちょっと開けてみる。なんかマップ忘れちゃってるから、レバーあるかな。こけしだけ、あ、こけしだけだ。ここ開ける必要なかったね。ここを開ける必要がない、覚えとかないと。レバーないでしょ。だってないよね。ないない。ではこの場を滞りなくゴールしましょうか。次がゴールエリアだよね。そこにバカ玉一つあれば、まあ無事にゴールという形になります。では行きます。走り回る徘徊者まだ近くに。あっちゃー、これは引かれてっけーこれ引かれてるわ絶対。近くまで来るだろうから、窓から覗いてみるか。窓あったよね。おっとー、一触即発といったところか。危ねえ危ねえ。やっぱりこれいけそうだよね。整理側の徘徊者さえ発見されなければ。他力本願。おっと、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。フェイントかけて一瞬近づいてきたわ今。え、近づいてきてるこれもしかして。どこにいるんだ。俺の行きたい方向行ったんじゃねえだろうな。あれゴールの方向向かったような気がするんだけど。今鈴の音がゴールの方向から聞こえてくる。向こうがゴールだよね。うん、ゴールの方向向かってったわあいつ。左手の方向に進んでいったが、ちょっと歩いていきましょう。と言ったそばから R1 ボタンを押していく。あ、ちなみにね、これ R、R1 じゃない、R ボタンか。RZR か。呼び方は。NGT! やっちちち、うっとうしい。ゴール地に溜まってんじゃねえのか、これ。こっちに行くと中央エリアに迷い込みそうなんで、こっち行きます。鍵欲しいよな。鍵欲しい。最後のマガタマ取るのに鍵必要になってくる可能性が高いから。よし、最後のエリア。うわー、直線になってる。ここで発見されたらまずいよね。どうしよう、どこか隠れるところないかな。ゴールだけとりあえず発見するか。おっと、いいですね。お？悪くない。ここ、
すぐ取れるようにここだけ開けとか。やばそうになったらすぐ水晶ぶん投げるスタイルで探索していく。コンパス、あんまり変なところに行って中央エリアに迷い込んでも面白くないんで、今歌やばい、あ、どうしよう、ここに投げても意味ないよね。俺袋小路にいるから、やばい、姿が見えないことには怖くて何もできないんだけど、どうしよう、カメラ使うか、カメラ使って距離取ろう。どこにいるんだろう、右から聞こえるけど、なんかさ、ささやくような声もしない？あー、やっぱり千里眼の徘徊者が出てくると動けなくなっちゃうなー、俺。こいつにいかにして会わないで、ゴールに行けるかが正義の鍵だわ。あー、来るよね。カメラ使ってく。なんかいる、うわっ、どうしよう、あー、こっち側にいるよね、あ、いた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 、やばい、これ歌聞こえる範囲かな、これ。主いるわ、あ、歌聞こえてる、法則範囲だな、主と千里眼のコンポか、邪魔くせ、走りにくいし、来るよね、とりあえずあいつ千里眼とは距離取りたい。このマップどこだっけ、近くにいるんだよね、千里眼がもうすぐそばに来てる。歌の聞こえる範囲が意外と広いんだよね。動けません。なんかね、千里眼をうまく、いなす方法、確立できてない。正規初心者でやりたかった。来ている。発見されていく。間違えた。さっき、もしかして鳴き声の 主に見つかったのかな？なんか変なやつに発見されたよね。歌聞こえるよね。カメラの効果が出てる間に千里眼の索敵範囲外に、あ、ここ、え、強制鏡じゃない、ここ、とりあえずは低いところは通ったから千里眼の徘徊者がこっちまで来ることはないでしょ、ないよね、多分この部屋に来る方法ってないよね、千里眼の徘徊者が。なのでここで意気揚々と最後のバカ玉ゲットして、多分これ本当に手待ちしてるんじゃね、あそこの低いところのあたり周辺で俺が出てくるのを下なめすりして待ってそうだわ、怖っ。おっと、こけし発見、このマップちょっと覚えないといけないね。ここなんだろう、ここは可動部屋かな、
とりあえず、あれ？離れてく。歌聞こえてる？もしかしたらここにいたら離れてくかも。あ、ダメだわ。離れてかないな、これは。やっぱりこれ、千里眼一体で、立ち回りを完全に崩されるわ。あ、強制鏡だ。え？だけどちょっと待って、鏡ある？ここ。あ、あるね。マガタマの横に鏡があるところは、ちょっと要注意だね、これ。偶数個の時に手に入れた方がいいと思う。そしたら鏡使っていきましょうか。どこだ、これ。こっちがゴールの方向か。水門レバーを操作しないとゴールにはたどり着けないから、そこが厄介だよね。マップ全然覚えてね。これ今俺どこにいるんだろう。まああんまりこの辺開く必要はないよね。どこだ？あ、来てないところだね。ゴールに向かって進んでいくわ。このステージアーカイブ撮ってないものとかも、あー、はい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 、初のアーカイブ。走り回る徘徊者、彼がいるということはゴールが近いのではと思いきや、走る速度すげえ速いからね。あいつがうろついてるからって言ってゴールに近づいたとは言えない。しかも俺千里眼の徘徊者に相当手こずってたし、マップの端から端まで移動するだけの時間があるはず、彼にとっては。ただ奴は袋工事の方向には来ないから、あいつが進んでいった方向に行けば必ず次のエリアにたどり着けるはず。あれ？どっち行った？こっちか。おっと！は？まずいね。回り道していくか。どこのエリアに迷い込んでるのか俺知らないけど。あ、主がいる。まずいね。あんまり走られないこれは。これ何エリアだろう。こっちに行ったら千里眼と鉢合わせるじゃねえか。俺爆竹投げてるから。壁隔てた向こう側に主がいるエリアか、ここ。確かそういえば。まずい。わ、かぐらすぞ、いる。この状況で千里眼来たらまずいぞ。まあ、来そうだけど。離れててくんねえかな。わ、来てる。うぜえ。向こう側に。これ使うか。ワンチャン。これどこだ。これどこ。鈴発動。照らしてもらおう。あいつについていく。え、なんだここ。あ、ひょっとしてゴールに近いところかな、これ。あ、だけど彼岸花ついてないからここ来てないよね、一回も来てねえわ。また歌聞こえる。
どこだこれ。わ、どこ行ったあいつ。迷路みたいになってるわ、ここ。あ、あーっと、袋小路近くにいるね。どこだ、こっちから来るだろう多分。いやー、うぜ。あ、ちょっと挙動の確認しよう。こっちに爆竹投げて、そっちに寄るかどうか。拘束されてる状態で。爆竹優先か。爆竹優先だ。で、爆竹鳴り終わった瞬間にこっち側に来るでしょ、多分。うわ、たどり着けねえ、ゴールに。このゲームきちいわ。あれ？なんか今いたよね。あれ？来ないけど、こっちに。なんで来ないんだろう。もう一発投げてみるか。戦艦の破壊者がこっちに来ないよね。なんでだ、拘束されてるはずなのに。なんか今一瞬見えたの見間違いか、俺の。いやー、だけどそれにしてもこれグダグダだな。そしたら一回終了して頭からやるわ。また鏡使ってもわけわかんなくなっちゃったから。では今日ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。戦艦来てる。ちょっと待って、もう一回爆竹投げるわ。てるよね、後ろに向かって爆竹を投げると。ああ、はい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 、いいですね。まあ動きも理解したところで、今日は失礼して、次回以降また気を新たにやっていこうかな。はい、ありがとうございました。